Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。12月8日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。名古屋もね、もうかなり寒くなってきたんですけども、王子のね、靴がもうムレムレでね、もう結構な匂いがしております。マスクマンでございます。はい、なんかこの間からムレムレの話ばっかりなんですけれど先ほどまでちょっと公開放送のちょっと写真を振り返っていて、ああ今年は公開放送に行ってないなと思っている味噌煮込みスキーと、最近ですね、こちらの方は空気が乾燥しておりまして、ですね、室内の湿度ですけども 23% になった時もあってカッサカサやわ。もう本当に、お肌に悪いね、東京砂漠ならダンサーズ砂漠になってたダンサーズでございます。はい、はい、今週のテーマは映画ムービー。今週のテーマは映画ムービーです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya 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 です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、先週の、テーマ目の、メールちょっといつご紹介できてないので読みますね。はい、お願いします。はい、お三方さんこんばんは。フルムン新一です。こんばんは。テーマ目、車のヘッドライトのことを目と言ったりしますが、僕は昔から丸いヘッドライト、いわゆる丸目が好きで、現在夫婦で所有する3台のうち2台が丸目です。現在でも丸めの車はありますが、皆さんはいかがでしょうか、ということで。ありがとうございます。写真がね、来てるんですけどね。うん、なんだろう。ジムニーと、なんだろう。ああ、はい。ね。レトロな感じの車はね、丸めが多いですけども。これ一番下はあれですか？マーク2？ うん。ああ、クレスタ。なんだろう。マーク2クレスタに見えますよね。すごい、結構、本当に。昔の車というか、うん、すごい大事に乗ってるんですよね。うん、うん、そうですごいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、あれ、マスクマンの乗ってる車は丸めなの？うん、丸めではないですね。丸めではない。切れ長な感じですね。ダンサーズの車あれ何？あれは丸めではないですね。あ、丸めではないんだ。ないですね。そうか、最近やっぱり丸め少ないんですかね。例えばですね、ハリアーとか。ああ、うん。丸めですね。でも、軽自動車で丸めのってあったんじゃないですか。軽、いや、そのハリアーが丸めだけど。
軽自動車で。軽自動車。で、あと今の方のジムニーも丸め。はい、そうかな、うんうん、丸め。うん。そうですね。あと丸め。ああ、ベンツがありますね。あ、うん、ベンツもそうですね。あの、ベンツの、はい、あの、あれ、何だっけ、G クラス出したっけ、うん、?G クラス。全然わかんないや。四輪駆動車の。はいはいはい。GL ですか、ね。あれ、スカイラインとか丸めじゃないのもう。スカイライン、うん、あれ違うの、GTR? ああ、そうそう。GTR は違いますね、今。あの、スカイラインなんかだと、ちょっと前まで、今の方ではないですけど、後ろが丸めだったんじゃないですかね。でも、前のヘッドライトでなくしてね、後ろが、後ろが丸いっていうのはあったと思いますけど、ね、そうそうそう。今それは丸めとは言わんのね。まあ、それは、それは違いますね。テールレンズですね。まあ、だけどね、ね、運転しながら見てるとね、この丸い目がねって、よく思うんですよ。はい。はい。すいません。話の腰折っちゃった。はい。映画でお願いします。はい。お願いします。はい。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。腰がやみやみ、痛いアレックスです。あら、大丈夫ですか？王子もね、本当はね、ちょっと今日ね、ピリッと来てるような感じでしたから、うん、これがひどくなるとぎっくり腰っていう感じになってるんですけども、気をつけてね。寒いとやっぱりあれかな、筋肉硬くなりますかね。ね、お気に入りの映画はイギリス制作の傲慢と偏見です。あら、なんか文学的な映画なんですかねこれね。とにかくパーシーが紳士でかっこいいんです。ブリジットン・ジョーンズの日記にてコリン・ファースがパーシーを演じてますよね。あれにつながっているんです。傲慢と偏見は小説も買って第2作の小説も読むくらい大好きです。すごい王子ちょっとわからないなんかねこのね、タイトルをねこうね、うん、読ませていただいただけど文学的っていうんですかね、芸術的っていうんですかね、うん、なんかそんなような感じがしますね。王子が好きそうな、おちゃらけ映画とは違うよ。王子が好きな映画って大体そもそも何？え、ここでは言いませんよ、あなた。またそういうパターン？いや、でも本当にそうなんですよ。ね、今ね、文学的っていうような話をしましたけども、うん、昔のですね、一括ロマンポルノっていうのが、ございますけどもね、はい、それ本当に文学的なね、作品がね、はい、ありますので、まあ、これをね、積極的に見てくださいとはね、なかなか言いづらいんですけども、うん、日活っていうと、その前が、大スター、昭和の大スター、石原裕次郎さんとか、いろんな方が所属した、映画のあれだと思うんですけども、うん、そこからやっぱり、路線転換したんですね。で、そこから、こう、ちょっとこの、ポルノの方に入っていって、今、一時期成功を収めたというような感じだと思うんです。うん、で、今はやっぱり、いろんなね、V シネマとかこういろいろな方にね変わってきてますので、うん、なかなか映画の方が、ね、上手く、皆さんに見ていただけなくなってるんじゃないかなと思いますけども。今あれですか、どうですか今話題の映画あれですね、鬼滅なんとかの刃なんとかのって言いかかさないと、ね、鬼滅の刃、はい、まあ、鬼滅はなんかすごいらしいですよね。マスクマンの家族は見に行ったりとかしないの？いや、ね、そんなにハマってはいないの？うん、好きな、羊はいますけども、うん。うん、そこまでではないと思うんですよ、ね。映画館は見に行く。コミックスは買った？いや、そこまでではないと思うんですよ、ね。あれ、そうなの？マスクマンの子供たちはあれなのね。うん、まともに子供たちと言われた。家族との会話がない。ごめんごめんごめん。そうだ、ごめんね。もうびっくりしちゃった。ごめんよ。そうそう、王子だったから、キャラが。そうなんですよ。ごめんなさい。どうぞ。あ、動揺してる、動揺してる。いやいやいや、アレックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ついついプライベート暴いてしまったわ。だよね。はい、どうぞ。はい。シュプリームさんが、ええ、バスルームからこんにちは、ギブアイコですって書いて。ああ、懐かしいですね。面白い。小勝山内さんは、こんばんは。青森からツイキャス見てます。少し寒くなってきてますよね。寒いですよね。来週から手をみたいです。あら。何度？名古屋も。いや、今日は書いてないけど、はい、名古屋も来週寒くなるのかな。なんか寒くなるみたいですよ。なんか2度？ええ。
はい。では、はい、次いきますね。はい。キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村フルムイカリーです。ありがとうございます。今週のテーマ、映画。はい、映画1本の収録時間は1時間半から2時間。僕はテレビで同じ収録時間のバラエティ番組を見るよりも映画を見たいなと思います。理由は、映画はテレビ番組よりも莫大な制作費が投入されているからです。そしてその莫大な制作費の中身は、良質な作品を作るためのお金が投入されていること。もちろん、低予算映画でも良質な映画はありますけど、良質な映画に出会えたときは非常に嬉しくなりますね。また見たくなる映画だとなおさらです。良質な映画の決め手って脚本の良さですかね。見終わった後に面白かったとなると、テレビ番組視聴の2時間と映画鑑賞の2時間とではどちらが有益な時間だったかと思うのです。追い先限られてきたと感じる年になったから、そう考えるのですかねって、そんなにお年でしたっけ。いや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 。それと、約2時間の限られた収録時間なので、映画の場面一つ一つの描写にも意味があるのだろうなぁと、映画監督や作り手の意図も考えたり見たりもします。そう考えると、テレビ局も番組一つ一つを何回再放送しても見たくなるような番組を制作すれば良いのにと思います。最近主流になりつつあるネットフィリックスやアマゾンプライムなど、月額課金制の有料動画サイトがまさしくそれですよね。映画館の大画面での楽しみはもちろん、レンタル DVD を借りに行くワクワク感もそうですが、見たい時にすぐ見れる有料動画サイト、近日入会したいなと検討中です。他のリスナーさんたちの考えが楽しみです。番組最後まで聞いてます。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね。映画ってだってテレビよりも制作費のかけ方が全然違いますもんね。うん、そうですね。ねえ、特になんでしょうね。世界の映画なんか本当にそうですよね。そう、あのやっぱり、あの出てるキャストも違いますし、そのいろんな、この何て言うんですかね、セットとか背景とかも全然描き方が違いますもんね。そう思いながら見ると、やっぱり映画も価値があるし、映画館であれだけお金を払うって意味もすごい理解できますよね。そうですね、やっぱりね、ドラマの作りとはまた違いますもんね。ただでも今ね、そういうふうに月額制で、ね、手軽に見られるって言ったら変ですけど。そうなんですね。まあ今入るサブスクですね。サブスクですね。はい。ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね。はい。泉佐野の特急サザンさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。映画はこの30年間見てません。僕は映画よりスポーツ番組などが好きで、そちらを見るので映画は見てません。っていうか、映画館に行っても寝てしまうし、この映画がないんですよ。多分この先も、映画を見ないですかね。あららら、そんなこと言わないで。じゃあ、ってことですけど。そんなこと言わないで。あら、ちょっと見てほしいですよね。ね、もしね、あのね、こう見るというよりかね、私のためにね、映画をね、制作してほしいですね。ほう。あの、主演ということで。どういった内容ですか？やっぱりわかるでしょ？王子の大冒険。なんか、この間もそんな、そうだよね、そんなネタ言ってなかった。いやいや、ね、大冒険。あのね、なんかね、こう、噛み合うんですよね。王子の大冒険という、テーマソングに乗せて、ね、王子の大冒険という映画を、どういう、あれだろうね。なんかさ、坪井先生みたいなさ、感じのニュアンスがさ、それはいいじゃない。本当にね、あの最近もね、あの公開されたと思うんですけども、ちょっとねタイトル忘れましたけども、はい、これもあの映画監督をあの題材にした映画でございますね。白いブリーフをね一枚履いてね、カメラを担いでナイスですねっていうあの映画監督のね、映画を、はい、最近やってたと思うんですけども、若い俳優さんがね、はい、やってたと思うんですけど。全然わかんないんだけど。タイトルは何ですか？タイトルとかね、ちょっとね、忘れちゃったんですけども。それ何？ああ、わかりますよ。タイトルが何だったかな？なんかね、最近の俳優さんですね、がね、やってましたけども、はい、ただ、はい、あの、映画は私見てませんのでね、内容わからないんですけども、はい、かなりあの、リアクションの大きなね、あの、監督さんでね、そのインパクトがかなりありますので、映画の作品を見るというよりも、そのね、監督のその、動きですかね。
その映画の中とか、まあ、ビデオの中で監督の発するあの言葉とかですね、そのリアクションがかなり面白いもんですから、多分そこら辺が取り上げられたんじゃないかなと思いますけども。あ、わかりました。あの人ですね。あの脇毛の人ですね。そうですね。脇毛の人を題材というかね、よく撮ってた人ですね。ああ、思い出しました。うん。で、その監督を題材にした映画がね、つい最近ね、公開されたと思うんですけども。あの脇毛の人確か自殺したんですよね。そうですね。ちょっと、ね、いろんな意味であれですね、頭が賢いって言うんですかね。ああ、そう、確かそうですよね、うん。ね。はい。そんな感じでございます。はい。確かですね。大学が、横浜国大。そうですね。はい。そうです、そうです。もうわかりました。はい。全然ごめんなさい。残されてる。はい。はい。ということで。はい。CM の後は、名古屋栄養コーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい。はい。ということで、うん、はい、今週は映画の話ですけれども、はい、名古屋の映画といえばやっぱり、愛子16歳を私は思い出すんですけれど、うん。これ、はい、結構古い映画ですよね。かなり古いんですね。ねえ。富田靖子さん。そうそう、富田靖子さんが主演の映画で、デビュー作に近いぐらいですかね。あ、かなりそうですね。多分そう。もう若い時にね、出られた、うん、映画だと思うんですけど。83年ですね。83年。そっかそっか。はい、もともとは原作が小説で、うん。ねえ、すごいですね。なんか今見てたんですけど、音楽すごいですね。ね、17歳で文芸賞を受賞したっていう、うんうん、方の作品。うんうん、ねえ、音楽斉藤誠とサザンオールスターズ。そうなんですよ。で、実はですね、この映画の音楽がね、うん、音楽というかその制作がアミューズっていう、それこそサザンオールスターズが当時所属していた事務所、うん、で、だからその関係で、今もそうなんですけど、うん、まあ今はどっちかっていうとほら、独立していったらおかしいですけど、うん、うん。まあその当時はね、結構そのアミューズとしてっていう感じ、うん、で、そこで結構音楽全部そのアミューズの関係の方がやられてて、うん、私はそれですごい、それが印象深くて、うん、でその愛子16歳のテーマ曲も斉藤誠さんっていう方が、うん、
まあ今はサザンオールスターズのギターのサポートメンバーになってる人なんですけど、その人がね、音楽、その愛子16歳のそのテーマ曲というかね、うん、曲を歌ってるっていう印象がすごい強くて、シングルまで持ってるんですけど、うん、なんか、そういう音楽のイメージ私の中には強くて、でもこれがまた、ね、名古屋を舞台にしてる映画なんで、私の中ではすごく印象深いんですけど。うんうん、あ、これ、あれですね、うん、キャストの中に、笑福亭鶴瓶そこそこ鶴瓶さん、うん、とか、宮地行きを。ああ、ねえ。まあ言ってますね。あと、庄司花江さんって、今、あれ確かこれ、今の朝の連ドラのに出てませんでしたっけ、もう。朝、あ、今のか。今の。ああ、今のか。うん。そうですね、はい、そうなんですよね、うんうん、だからね、そうやって名古屋を題材にした映画ってあるんだなと思って。ありますね。だからね、まあ、いろいろね、まあ、ちょっとね、話が長くなっちゃうといきませんので、短く言いますけども、うん、中日ドラゴンズのね、うん、題材にして、名古屋球場で撮影した、うん、ミスターベースボールっていう映画があるんですけども、そのね、監督をね、役で出てた方がですね、はい、もう皆さんよくご存知のね、わかりました。はい。高倉健さんなんですよね。はいはいはい、高倉健さんが、星野監督、役っていうんですかね、うん、の、まあ、ポジションで、出られたっていうね、映画があるんですけども、うん、これもね、私ね、大好きなもんですから、その野球がですね、うん、多分それね、子供の頃だったと思うんですけども、見た記憶があるのですけども、うん、実際見に行ったかどうかっていう記憶もないんです。耳には行ってないの？いや、それがね、記憶にないんです。うん、そうなんです。見に行ったんじゃないかなっていう、うんうんうんうっすらの記憶、うん。うん。多分好きだからね、見に行ってたと思うんですけども、そこら辺がはっきりしないんですね。あもうのあ、ね、王子の脳みそもね、老化してますからね、うん、ね、前のことが思い出せないんだもん。困ったもんだな。困ったもんだよね。はい。ということでね、はい、はい、名古屋は栄養コーナー、名古屋の映画のお話でした。はい、ツイキャスをご覧の方、ちょっとびっくりしたかもしれないですけど、テーマがちょっと占いになってて、失礼いたしました。今頃映画に倒してるけど、もう後半戦というよりもエンディング近いんですけど、失礼しました。はい。特に何も、あれでしたね、温かい目で見守ってくれたんです、ね。すいません。はい。ということで、はい、じゃメールを、ね、はい、お願いします。銭形警部からです。はい、最近は、ラジオ番組で、ごめんなさい、ラジオ番組のプレゼント当選で、はい、映画チケットをいただき、初めてシネマ Q で、うん、今日から俺は糸を見て面白かったのですが、私の中で一番映画の思い出で印象に残ったのはトム・クルーズ主演のミッション・インポッシブル1を9月の台風時に国営館前のシネアルテでオールナイトで見に行き、最初から最後までハラハラする展開の面白さは今でも忘れられなかったですね。お三方は映画館で忘れられない思い出の映画エピソードはありますかということですけども、うん、この、今日から俺はちょっとあれですかね、学生ミッションインポッシブルはね、でも見に行きましたね、うんうん、ね、今ね何今日から俺は、ね、説明をしようかと思ったんですよ、はい、うん、ちょっとこれ学生もののヤンキーチックなあれじゃないですか、あ、映画が、うん、そうそうそう、これね、深夜でしたかね、ドラマでもやってましたけども、うんうん、若い子に結構人気だったと思うんですよね、
結構、若い子に人気のある俳優さんもね、たくさん出れら、うんうん、出てたと思うんですけども。なるほど。うん。あとね、トム・クルーズのミッション・インポッシブルというよりかね、王子はですね、うん、カクテルっていう映画があったと思うんですけども、トム・クルーズね。はい、うん。で、ここの中でですね、トム・クルーズが、うん、神風っていうね、カクテルを作ったんですよ。はい、日本酒入ってるやつかな。それがね、うん、この耳に残ったんですね。うん、で、何がね、調合されてるかはね、全然忘れてるんですけども、うん、まだね、若かりし学生の頃にですね、うん、そういうね、パブに行ってですね、神風って言いながらね、うん、飲んでた記憶がございますけども。うん、で、中身は知らんの？中身はね、お任せでしたからわからないんですよ。そこも把握してたらかっこよかったのに ね。そう。そこがなんかやっぱり王子だよね。爪が足りないですね。ね。だよね。このカクテルの中は何がっていうところまで言えてると、うん、言えるとかっこいいです、はい。はい。では続きまして、お三方さんこんばんは、フルムン真一です。ありがとうございます。ありがとうございます。今映画。幼い頃から現在までいくつになっても映画館で見る映画が一番ですが、映画以外の思い出もあります。今からちょうど10年前、今は亡き島袋竜英っていうんですかね、のイベントでファイアーダンスの実演がありました。あのピンク映画特有の、うん、特有の感じ、うんうん、あのすり鉢状の客席、ファイアーダンスの危険で、うんうん、鮮やかなパフォーマンスのコントラストが目に焼き付いています。映画というより映画館の話でした。いつも話題がずれてすいませんって感じ。ええよ。ええ。こうすり鉢状でこうみんながこう見下ろすような感じなんですかね。ね、映画館特有のワイザスさって書いてあるな。ああ。今度詳しく聞いてみよう。はい。ということで、はい、ツイキャスで、ブギーカイドウさん、はい。はい。東京からこんばんは。ありがとうございます。はい。ということで、はい、早いな。エンディングです。うん、はい。来週のテーマは占い。来週のテーマは占いです。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。ブギーカイドウさんが初めて見た海外の映画は少林寺でした。ということです。ああ、王子も見ましたよ。ね、あ、見ました。見ましたよ。はい。はい。懐かしいな。懐かしい。そういえば、あれも見たな。なんだっけ、水拳。あ、水拳ありました。急に思い出しちゃった。はい。あれ面白いですもんね。ね、はい。ということで。はい。ということで、うん、はい、もう時間ですね。あ、そうですね。早いな。はい。ということで、じゃあ、来週は占いでーす。見てください。聞いてくださいね。閉店ガラガラ。はい、はい、今週もお聞きくださいまして、はい、ありがとうございます。あれ、初めて見た映画結局喋ってないね。うん。あ、初めて見た映画スターウォーズです。初めて見たね。映画館で見た。映画館で見たスターウォーズです。思い出した、ハイティームギだ。ハイティームギ。ハイティームギ。タノキン映画、はい、当時流行ったんだよ。 あのね、王子ね、題名が思い出せないけどね。もう、はい、困ったもんだ。困ったもんだ。困ったもんだ。ということで、また来週、来週は占いでーす。